アルンダ・キロイは、インドの作家、批評家、活動家。諸女作、小さき者たちの神でブッカー賞を受賞し、一躍世界からの注目を集めた。2002年には、ラナン文化自由賞を受賞。1961年、インド北東部メーガーラヤ州、シュロンにて、茶農園を営む一家に生まれる。母親は、ケーララ州出身のシリア教会キリスト教徒で、 女性権利運動家のメアリー・ロイ。少女時代を母親の故郷ケイララ州で過ごした後、ニューデリーで建築を学び、建築家の夫と初婚。1984年に映画監督と再婚し、その影響で映画制作に携わるようになり、女優や脚本家として活躍。その後、本格的な執筆活動に入り、1996年に半自助伝的小説。 小さき者たちの神を完成。1997年度のブッカー賞を受賞。ロイの名はた叩く間に世界に知れ渡り、同書はニューヨークタイムズのベストセラーリストに49週連続で掲載され、また世界36カ国で翻訳出版されることになった。その後、ロイはノンフィクションに執筆分野を移し、現在に至るニューデリー在住。2006年には 評論集、無限の正義の大数が、インド最高の文学賞である、ヒチ茶賞に選ばれたが、この受賞を拒否した、ナルマダーガワダム開発及び演論者に対する反対、運動や、反核平和運動に従事。また、人々の日常生活の視点から、グローバル化やアメリカの圧力について、積極的な発言を続けるほか、近年は、インド国内の新自由主義や、 階級的排他性の高まり、ヒンドゥーナショナリズムの台頭に警敵を鳴らし、アメリカらのアフガン侵攻やイラク戦争にも批判の声を上げている。例えば、ハングローバル主義者の立場からロイは、帝国について次のように述べている。確かにまだ、私たちは、帝国の歩みを阻止できていないかもしれない。でも、それを裸にすることはできたでしょう。帝国の仮面を剥がすことはできた。 その素顔を晒させたのは私たち。帝国は今私たちの目の前、世界という舞台の上で、その残忍で醜い裸の姿のまま立っている。ロイにとって帝国とはアメリカ一国のことではなく、21世紀対応型新民主主義システムを指すものである。すなわち自由という二色のお旗の名のもとにグローバル企業の支配者たちが弱者を 自由に操ることのできる新システムである。工藤静香文訳、小さき者たちの神、片岡夏美役、私の愛したインド。ありがとうございます。